それではただいまより同一市立浦和の中学校のお別れ会を始めます。公明天皇5年度をもって閉校となる浦河原中学校の最後の行事、校旗返還、先生の離任式、そして最後の校歌斉唱が行われました。Thank you.